放送席ヒーローインタビューです。今日のヒーローは3期ぶりの関東勝利、ホワイス選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。9回最後まで来ました。ピッチングの内容を振り返っていただいていかがだったですか？そうですね、立ち上がりちょっと高かったですけども、野手の皆さんが大量点取ってくれたんで、そこからリズムよく投げることを心がけました。ホワイスさんが9回を意識したのはどのあたりだったんですか？いやもう本当天気も悪いんで、今日はやっぱ一人で行くしかないなと思ってましたし、はい、あれだけ点数取ってもらったんで、はい、その中で、まあ、チームとしても今シーズン初完投ということになりましたね。まあそうですね、はい、どうですかね、はい、まあ、非常に意味のある完投だったと思います。そして4連戦の初戦をこういう形で一人で投げ切りました。このあたりはいかがだったでしょうか？いや本当に2点取られてすぐ野手の皆さんが取り返してくれたんで、はい、野手の皆さんに感謝してます。チームを代表して今後に向けて一言お願いします。そうですね、あの1試合1試合全力で、優勝目指して頑張りたいと思います。ありがとうございました。3期ぶりの完投、ホワシ投手でした。放送席どうぞ。